西ベルリンは第二次世界大戦終戦後1949年から1990年までアメリカ、イギリス、フランスが占領したベルリン西部の地域。周囲をドイツ民主共和国の領土に囲まれていた。このことから西側自由主義陣営からは赤い海に浮かぶ自由の島と評された。西ベルリンでは外交と通貨行政を ドイツ連邦共和国政府が代行するという協定を結んでいたため、西ドイツの通貨が用いられ、西ドイツ国籍の人が多く居住し、担当する市長や市議会議員も、西ドイツの政党に所属していたことから、実質的には西ドイツの飛び地であった。とはいえ、米英物の旧連合国による占領地域であり、あくまでも公式には西ドイツ領ではなく、西ドイツと、 西ベルリンでは以下のような違いがあった。1963年のケネディの演説西ベルリンは以下の行政区によって構成されていた。戦前の都心にあたる部分は東ベルリンに取られていたため、西ベルリンは戦前の新興繁華街や郊外を基盤に開発された。カイザービルヘルム記念協会とヨーロッパセンター、1985年。 動物園駅から伸びるクーアフュルステンダム通り、通称、クーダムが、西ベルリンにおける商業の中心地となっている。動物園駅から、かつて旧西ドイツ随一の近代的、ショッピングセンターとして、なお馳せ、現在は、建物の老朽化と非欧州的な入居テナントや、 安物アクセサリー店などが目立つヨーロッパセンターと第二次世界大戦中に爆撃され反壊した戦闘を持つカイザービルヘルム記念協会が正面に見える。東西ドイツ間の協定により西ドイツ国内との交通路として下記の使用が合意された。なお、上記のようにベルリン封鎖の際には空路以外の全てがソ連と東ドイツによって閉鎖された。 東西ベルリンの国境チェックポイントチャーリー1985年。ありがとうございます。